加藤純一は、千葉県立山市出身のゲーム実況者、YouTuber ーー、タレント。別名は、うんこちゃん。主にニコニコ動画、YouTube、Twitch、アベマ t v で活動している。ムラッシュ所属。かつては FC に、YouStream、ケーブチ t u b e でも活動していた。2018年8月22日時点で、ニコニコ動画で最も多い視聴数とコメント数を持つ。 人物である。2009年7月5日、ニコニコ動画にゲーム実況動画を初投稿する。同年7月12日に投稿したポケモン6画面で一気にクリアして闇を時点でのニコニコ動画のアカウント名がうんこちゃんだったことからうんこちゃんと名乗る。実況を始めたのはヒャダインの投稿動画 FF4 でゴルベーザ4天皇登場。ャダインを見て 自分も面白い動画を投稿したいと思ったためである。医療従事者として働く傍ら、うんこちゃん名義で配信活動を続け、2015年に正式に本名が加藤淳一であることを公表し、以降は加藤淳一名義で多くの活動を行う。2016年夏に離職し、芸能プロダクションムラッシュに所属する。現在は YouTube ライブやニコニコ生放送。 i イッチでの生配信を中心に多くの人気を集め、ネット公式番組やイベントにも出演している。2018年7月より、ゲームプラットフォーム、ブルースタックスの宣伝広報大使に就任した。同年8月22日に、大石正義とのコラボシングル、ドラゴンエネルギーをリリースし、同年9月3日のオリコン週間シングルランキングで、過去最高22位を記録。 2019年8月17日と18日にギャラリーシやかにて自身プロデュースの展覧会加藤純一美術館を開催自身の10周年の活動の軌跡をテーマとしたアート作品を公募しその中から選出された50点が展示され2日間で延べ1万人以上の来場があった2020年3月16日 YouTube 上で 生配信されたゲーム実況、ポケモンセンター本島に終了のお知らせバージョンプラチナ本島にラストは終盤11万9000人を超える同時視聴者数を集めツイッタートレンドに加藤純一が1位にランクインするなどネット上で大きな反響があった3月17日ストリームハチェット社が配信サイト別に計測している週間合計で世界で 最も視聴された配信チャンネルにて、登録者数46万人時点で、YouTube ライブの集計視聴者数世界2位に、ランクインを果たした。4月23日、YouTube チャンネル登録者数が50万人を超えた。6月18日、Twitch チャンネルを開設。7月25日、バトルロワイヤルゲームエーペックスレジェンズの大会、レイジレギオン道場カップ。 にチームゲーム実況者として、ゲーム実況者である総長、ウララ、ユーナと共に参加した。大会の様子を Twitch で放送し、同時視聴者数約8万人を記録した。9月25日、一般女性が自身の配信中に、自身の個人情報を発言したという情報に激怒し、自身の放送を通してその女性に対して、脅迫や殺害予告などの暴言を吐き、 視聴者と共に誹謗中傷を先導したが、実際には女性はそのような趣旨の発言をしておらず、行き過ぎた言動とあらぬ疑いをかけたことをその女性らに謝罪。翌日、自身の配信にて10月末までの1ヶ月程度の活動休止を発表した。10月26日、配信活動を再開した。2021年1月24日、YouTube 上で生配信された。 稲妻イレブンの実況にて、最高同時視聴者数158,904人を記録。2月7日、肩の骨にひびが入ってしまい緊急搬送される。本人は、フラットラインリコイルしすぎた、心筋梗塞疑われて病院行ったのに、肩骨折しただけですごい、恥ずかしかったと発言している。7月20日、9月5日に京セラドームで開催予定の、 関西コレクション 2021AW へ出演予定だったが、過去の配信での障害者への差別的発言を問題視する意見により、出演見合わせとなった。この余波として2021年に出演した、コナミデジタルエンタテインメントの番組動画も、非公開及び削除されたほか、過去の黒人や女性差別発言も問題視された。レギュラー番組。 ピザラジオも7月21日配信分をもって休止した。加藤は同21日に過去の発言について話す放送を行い、ピザラジオは9月7日分により再開した。9月21日、YouTube 上の生配信にて一般女性の方と結婚することを発表した。9月29日、Twitch 上で3日間行われたアペクスレジェンズでマスターランクを目指す。 長時間企画、かと、マスにて、最高同時視聴者数24万人を記録し、自己最高記録になった。この時、加藤淳一最強でツイッター世界トレンド1位を獲得。それに関連したものが、トレンド20個ランクイン、盛り上がりすぎて、ツイッタートレンドが機能停止するなどの大盛況となった。また、ストリーミングデータなどの収集を行っている。 エスポートスチャーツによると、9月21日から27日間で、Twitch で2番目に見られた配信者となった、レギュラー準レギュラー特別番組、ありがとうございます。